ツイッターの買収提案で合意した電気自動車大手テスラの CEO イーロン・マスク氏は10日、ツイッターが永久に停止としているトランプ前大統領のアカウントについて停止を撤回する考えを示しました。フィナンシャルタイムズのイベントで発言したもので、永久停止の判断について道徳的に悪い判断でとても愚かだと思うと述べています。暴力を扇動する恐れがあるとしてツイッターが永久停止した去年1月当時、トランプ氏のアカウントには8000万以上のフォロワーがいました。